皆さん、こんにちは。フィリピンナバオ情報チャンネルの町田です。本日もフィリピンの情報についてお伝えをしていきます。まずはフィリピン全国の感染者情報についてこちらです。はい、こちら2月6日の時点での情報となっております。黄色、緑、赤とありますけども、黄色から現在も感染が続いている人、陽性の状態が続いている人の割合、そして緑が回復者の割合、そして赤色が死亡者の割合となっています。 感染者の総数はですね、その色がついている下の下の数字、グレー色の四角で囲ってある数字の中なんですけども、535,521人となっています。そしてですね、もう一度黄色、緑、赤に戻りますけれども、それぞれ現在感染が続いている人の割合が6.7%、回復者の割合が感染者総数のうち91.2%、そして死亡者の割合が2.07%となっています。 で、その同じ四角の中に入っているのがそれぞれの総数ですね。ここで注目したいのはですね、新規感染者の数ですけども、黄色の枠の下に書いてある数字ですね。1941人というのが2月6日時点で出ている新規感染者の数となっています。まあ報道によりますと、えー、2000人を5日連続で割ってるということで、まあ落ち着いてきてるとは言えないですけども、2000人を割ってるねという報道が出ています。 そして、回復者新たに234人出てまして、新たな死亡者は52人となっています。あとは注目する数字としてはあれですね、死亡者が11,110人と多くなってますね。はい、ということで、2月6日時点での新型コロナウイルスの感染者情報をお伝えしました。そして、本日のメインテーマですけれども、 実はですね、2月4日時点で在フィリピン日本国大使館のホームページにですね、外国人等のフィリピン入国手続きの案内というものが出されています。前回の動画でお伝えしましたけれども、今ですね、渡航禁止、英国の変異株によって、日本を含めて英国の変異株が出ている国からフィリピンへの渡航が禁止されていたのが徐々に緩和されてまして、 え、入ってこれる人が増えてるんですけども、それに伴ってフィリピンに入国できる人たちのための手続きの案内というのが出されていまして、え、それを翻訳したものがですね、大使館または総領事館等のホームページに出ています。今日はそれをですね、もしまだ知らないよという方のためにですね、ご案内したいと思います。こちら2021年2月4日時点での情報となっています。 詳細知りたいという方は概要欄からですね、在フィリピン日本国大使館のページに行っていただいて、最新情報をご確認していただくのが確実だと思います。はい。それでは2月4日時点での情報ですけれども、今般フィリピン政府より新型コロナウイルス感染症化における外国人等がフィリピンに入国する際の手続きに関する案内が発表されましたとあります。でこの案内にはフィリピン入国にかかる事前準備、フィリピン国際空港での動線、 動く線ですね。そして隔離期間中の対応等に関する案内とともに、PCR 検査費用として現金4000ペソを準備しておくこと。また、空港から指定施設までの交通費を現金で準備しておくこと。さらにですね、隔離先から最終目的地の地方政府に連絡し、LGU、これはローカルガバメントユニット、地方政府ということですね。地方政府の受け入れ同意書。 LGU 受け入れ同意書を取り付けること等の案内がされています。そしてフィリピン渡航時の手順についての仮役ということで載せられているんですけども、今日はそのまま読み上げていきたいと思います。 はい。まあ、詳しくはですね、OFW 以外の在外フィリピン人、外国人がフィリピンに旅行する際のアドバイサリーというものをご確認くださいとなっていますので、もし日本からフィリピンへ来られるという方は最新の情報をくれぐれも確認してください。えこちらの動画は参考までにこういうことになってるんだということをお伝えできればと思っています。はい。まず一番目、フィリピン出発前に、 ecif サイトというのがありまして、そこのサイトからフィリピン入国時に提示する QR コードを入手するための登録を行ってくださいと。でこちらの QR コードを入手するためのサイトもあるんですけども、概要欄に貼っておきます。2番目ですけれども、検疫局指定の隔離ホテルの7泊以上ですね、7泊以上の予約をし、 RTPCR 検査費用として4000ペソ及び空港からの移動に必要な交通費を現金で準備することとなっています。そして3番目。空港到着時に記入済みの健康状態宣言。英語ですと Health Declaration Form っていうのがあるんですけども、それを検疫官に提出するとなっています。そして4番目です。 帰国者ブリーフエリアでフィリピン沿岸警備隊、これは通称 PCG と呼ばれていますけれども、PCG による隔離手続きの説明を受け、隔離手続き遵守の制約書を受け取るとなっています。ちょっとここら辺が厄介になってきましたね。はい。そして5番目です。観光省 DOT、通称 DOT です。Department of Tourism ですね。観光省のデスクに進む。そして予約済み隔離ホテルの予約書を提示する。 なので、あらかじめ予約をしてなくちゃいけないんですね。あの、政府指定の隔離をするホテル。それの予約書を DOT、観光省のデスクに提出するとあります。それが5番目。そして6番目です。市営医療検査デスク。市営、私の営むですね。市営医療検査デスクに進み、隔離施設で RTPCR 検査が受けられるようデータを登録し、そこで費用を払うこととあります。そして7番目です。 イミグレーションに進み、パスポートを提示して入国検査を受ける。ここでやっとイミグレに行って、あの、通常通りの,あのパスポート提示して入国検査がやっと受けられるんですね。これが第7ステップですから、そこに行くまでに6個も手続きを踏まなくちゃいけないので、かなり面倒ですね。はい。そして8番目です。機内預け荷物を回収します。預けてあった荷物を回収するんですね。これも、まあ、いつも通りですよね。そして9番目。 記入済みの隔離手続き遵守の制約書を PCG 担当官に提出するとあります。先ほど書くようにってなっていたのを今度は提出するということが9番目ですね。そして10番目です。空港のタクシーを使い、事前予約した隔離施設、もしくは隔離のホテルに移動し、厳格な隔離措置を行うとあります。やっとここで移動ですね。そして11番目。 隔離期間中にフィリピン国内の最終目的地までの移動のために次の3点を計画準備するとあります。その3点の1点目、航空券またはバスのチケットを準備することですね。そして2点目、最終目的地の地方自治体、これは LGU からの受け入れ許可証の入手。これもなかなか厄介ですね。最終目的地の地方自治体から受け入れ許可証を入手しなくちゃいけないと。 これは知り合いとかいないとちょっと厳しそうですよね。そして3番目。出発地点の警察からの移動許可書を取ることとなっています。はい。なかなかこれも厄介ですね。面倒ですね。はい。続きまして12番目の手続きです。12番目のステップです。隔離6日目に隔離施設において、指定の医療機関による RTPCR 抗原検査を受検する。検査を受けるとあります。 検査結果を受領するまでは厳格な隔離措置を継続することとあります。6日目で PCR 検査を行うんですね。そしてその検査結果が出るまでは厳格な隔離措置を継続することとあります。そして13番目は RTPCR 検査の陰性証明書をメールで受領後は検疫職によるこれまでの隔離日数が明記された正式な健康状態証明書、ヘルスサーティフィケイトの 発行を待つとあります。そして14番目、えー、隔離施設またはホテルをチェックアウトするためには、検疫局からの健康状態証明書を隔離ホテルに提示するとあります。はい。チェックアウトするにも普通にチェックアウトすることはできず、検、え、疫、ー、局からの健康状態証明書というのを隔離先ホテルに提出してからでないとチェックアウトすることはできないということですね。そして15番目、チェックアウトした後です。チェックアウト後は許可された移動手段を 使用し最終目的地に移動するとあります。ただし途中の寄り道等は認められないとあります。最終目的地への到着が遅れた場合、地方自治体が再度14日間の隔離措置を強制することが可能となる。移動中も必要な感染防止措置は講じることとあります。 より道もダメということですね。そして最終目的地への到着が何らかで遅れてしまった場合、地方自治体が再度14日間、着いてからもう一回14日間、隔離措置を強制することも可能ということで、もしかしたら、そうですね、飛行機の遅延とかキャンセル等で、最終目的地に着くこと自体が遅れてしまったら、あの、地方自治体がもう一回14日間、その人を隔離することができるということですね。はい、なかなか困難な道です。そして16番目です。 最終目的地に到着をしたら、バランガイ事務所に赴き、到着を申告し、必要な指示を受けることとあります。ついて終わりじゃないんですね。えついたらバランガイ事務所まで行って、到着を申告して必要な指示を受けてくださいとあります。地方自治体には内務地方政府省、これは通称 DILG というのがあるんですけども、そこ経由であなたの到着予定等が事前に通知されているそうです。 はい。まあ、地方自治体だから、あの、着いたから知らんぷりしてるときっと連絡が来るんでしょうね。なので自分からバランガイ事務所に赴もいてくださいと。もう情報は言ってますということですね。そして17番目、まだ終わりません。自宅でフィリピン入国後必要な14日間の隔離措置を終了してくださいとあります。仮に地方自治体からの別の指示、隔離期間の延長等が出た場合はそちらに従うこととあります。まあ、マニラについてから、えー、6日目に PCR 検査を受けて、まあ、 7泊以上の予約をするとなっているので、あのー、14日まではマニラにいなくてもいいわけですね。なので、えー、自宅でフィリピン入国後必要な14日間の隔離措置、マニラについてそのままマニラにいる人も、えー、マニラから6日目の PCR 検査が終わって検査結果を受け取って最終目的地に行き着いて14日間経ってなくなったとしても、14日間まではフィリピンに入ってから14日間までは自宅でフィリピン入国後必要な14日間の隔離措置を終了するとあります。 まあただ、地方自治体によっては、自宅ではなくて、ここでしてくださいという指定場所があったら、そちらでしてくださいということですね。はい。そして、やっと最後です。18番目。隔離期間終了後も、えー、適切な感染防止措置。これは、フェイスマスクの着用、ソーシャルディスタンスの確保、手洗いを講じることとあります。まあ、これは基本的なことなので、 まあ18項目、フィリピン国外からフィリピン国内に入ってくる外国人の方はこの項目に従ってくださいという案内が出ています。それを大フィリピン日本国大使館、そしてダボーの総領事館もですね、発表していますね。なので、フィリピン以外から、特に日本からですね、フィリピンにまた戻ってこられる方、本当に大変なこの面倒な手続きがありますけれども、まあ、どうしても戻らないといけないという方も多いと思いますので、なんとか頑張ってこの手続きに従ってですね、無事帰ってきていただければと思います。 はい。そして、この大使館からの情報にも書いてあるんですけれども、皆様におかれましてはですね、感染予防に万全を期すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、航空便、検査検疫措置を含む入国に関わる規制等に関する最新情報に引き続き注意してくださいとあります。はい。この動画を撮影しているのは2月6日ですが、この情報は2月4日に出ていますね。そして、あの、フィリピンはですね、皆さんもご存知のように、もう本当に毎日のように、 え、新しい情報が出たり、いきなり出たりもしますので、くれぐれも最新情報を確認するようにしてください。はい。どこで確認すればいいかというのは、やっぱり一番事実確認として頼りになるのは、在フィリピンの日本国大使館、もしくはダバオからの方でしたらダバオの総領事館のページに行ってみるとか、どうしてもわからない場合は、それぞれの大使館とか総領事館にですね、問い合わせてみるのもいいかと思います。はい。私の動画では、フィリピン国内のこと、そして私が住んでいるダバオのことについて、このように紹介をしています。 ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。